こんにちは。株式会社児玉ガラス児玉です。今回はガラスに飛散防止フィルムを貼った時の効果と割れ方ということで、フィルムの効果を見ていきたいと思います。まずはテーブル天板の上に置くガラスを想定して、こちらの装置で衝撃が加わった時の割れ方を見てみましょう。はじめにフロートガラスのフィルムなしの場合、続いてフロートガラスのフィルム張りの場合、テーブルトップのガラスであれば全体的に乗るように設置する場合は、天板の上に乗っているため破片が落下してくる可能性も低く、必要はないかと考えられます。強化フロートガラスのフィルムなしの場合、これ結構強化の方が被害大きくてでもまあ破片でこうなっていうので、まあ、ちょっとまあ爆発する感じはある。だこれをでもフィルム貼らへんっていう決断が、うん、テーブルの上の場合はこれを貼った方がいいですよね。強化フロートガラスのフィルムなしの場合、強化フロートガラスのフィルム張りの場合、強化ガラスの破片は粉々になるため、破片で大怪我をする危険性は軽減します。ご覧のように強化でないガラスは破片が非常に鋭利な状態になります。強化ガラスは万が一割れた場合粉々になり、安全ではありますが割れた衝撃で破片が周囲に飛散します。次に部分的にガラスを置くように設置する場合を想定して、ガラスを枠の中に入れた装置を使い、衝撃が加わった時の割れ方を見てみましょう。部分的に置くように設置する場合は、貼っておいた方がより安全にご使用いただけるので、飛散防止フィルム貼りをお勧めしています。はじめにフロートガラスのフィルムなしの場合、フィルム張りの場合、強化フロートガラスのフィルムなしの場合、強化フロートガラスのフィルム張りの場合、いかがでしたでしょうか。部分的に置くように設置する際に、フロートガラスの場合は割れた際に鋭利な破片ができるので、飛散防止フィルムを貼ることをお勧めいたします。また強化フロートガラスの場合ですが、破片で大怪我をする危険性はないので、フィルム張りはなくても問題はありません。しかし割れた際にその衝撃で破片が飛散するため、万が一を考えると貼っておいた方がより安全にご使用いただけるかと思います。また全体的に乗るように設置する場合は、天板の上に乗っているため破片が落下してくる可能性は低く、必要はないかと思われますが、強化ガラスの場合は割れた際の衝撃でガラス片が飛散するため、万が一を考えると貼っておいた方がより安全にご使用いただけるかと思います。以上、ガラスに飛散防止フィルムを貼った時の効果と割れ方でした。
株式会社こだまガラスでは、一般的な窓ガラスで使用する際に1平方メートル以上の大きなガラスになる場合や、吹き抜け部分、トップライト、階段部分等で万が一割れた際に落下などの危険を防止するために、飛散防止フィルム張りをおすすめしています。室内の建具や窓ガラス、食器棚やオーディオラック、各種キャビネット等の扉で飛散防止フィルム張りしたガラスをご注文いただけます。詳しくはオーダーガラス板専門店、カラードデザインガラス、アンティークガラス専門店をご覧いただくか、株式会社こだまガラスまでご連絡ください。ではまた別の動画で。ありがとうございました。